平野翔橋本奈共演映画「かぐや様は釣らせたい」天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル地上波初放送決定平野翔耀橋本環奈の魅力に迫る映画「かぐや様は釣らせたい」天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルが再び注目を浴びています平野翔と橋本環奈の共演が話題となったこの映画は2021年8月に公開され 多くののファンの心をつかみましたそして、この映画が2024年7月22日に t b s 系で地上波初放送されることが決定し、再びファンの間で興奮が広がっています。特に、平野翔のファンにとっては、このニュースは待ちに待ったものでした。古いファンたちは、彼の映画やドラマを通じて彼を応援することに喜びを見出しており、 彼の最新作がテレビで放送されるというニュースは大きな喜びをもたらしました高齢者は若者ほど多くの趣味を持たないことが多いですがアイドルを全力で応援する時間はたくさんあります平野翔の映画を楽しみにしている彼らにとってこの地上波放送はまさに待望の瞬間です「かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦は」は赤坂あかによる漫画が原作で 週刊ヤングジャンプで約7年半の長期連載を続けた人気ラブコメですアニメシリーズも第3期まで放送され劇場アニメも公開された大ヒット作です実写映画化の第1弾は2019年9月に公開され興行収入22.4億円観客動員数180万人を超える大ヒットを記録しましたその続編である サ様はつらせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルは2021年8月に公開され再び多くのファンを魅了しましたこの映画の成功の一因は主演の平野翔とヒロインの橋本環奈の魅力にあります彼らの演技は多くの視聴者を引きつけ映画の世界に引き込む力がありますさらに佐野早と池間夏美浅川奈々堀田真由、雄太郎 高島正宏、佐藤二郎といった豪華なキャストも映画の魅力を高めています。特に、影山優香が生徒会会計監査飯呑巫子役で映画初出演を果たし、その演技が高く評価されています。物語は、日本を代表する両家の子女と子息が歌謡私立、秀友院楽園が舞台です。頭脳名跡で全国模試上位常連の生徒会会長、白金美ゆ平野翔と、 文で美貌の持ち主、大財閥令状の生徒会副会長篠宮家具や橋本環奈が繰り広げる恋愛頭脳戦が描かれています二人は学園史上最も白熱する戦いとなった生徒会選挙で愛を確かめ合いましたが白金の会長再選は決まったものの二人の恋愛頭脳戦には決着がつかないままでした会計石上優、初期藤原親に 新メンバー会計監査の言いのみ子を加えた生徒会は再び集結し白銀と家具屋は変わらず付き合っているものの告白した方が負けであるという呪縛から逃れられず恋愛バトルを繰り広げます学園の2大イベント体育祭と文化祭では過去の事件までもが次々と交錯し白銀と家具屋の戦いはヒートアップします天才であるが故に 恋愛にだけはとっても不器用でピュアな二人の恋愛頭脳戦の結末が描かれますこの映画の監督は映画「チアダン女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話の河合隼人が務め脚本は映画「カン」で埼玉の徳永雄一が担当しています今回の地上波初放送では公開当時話題となった主題歌「恋ふる月夜に君章夫キングプリンスに合わせて平野 橋本佐野浅川、影山の生徒会メンバーが勢ぞろいして踊るエンドロールをこの日しか見られない特別編集版で地上波初解禁します平野翔と橋本環奈の演技はもちろんのこと豪華キャストが織りなすこの映画は多くのファンにとって見逃せないものとなるでしょう特に古いファンたちは彼の映画を通じて彼を応援することに喜びを見いだしており この地上波初放送は彼らにとって大きな喜びです彼らは若者ほど多くの趣味を持たないかもしれませんがアイドルを全力で応援する時間はたくさんあります平野翔の映画を楽しみにしている彼らにとってこの地上波放送はまさに待望の瞬間ですかぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルはその物語の魅力だけでなく キャストののの演技や映画の制作人の力によってても高く評価されています特に、監督の河合隼人や脚本の徳永雄一といった才能あふれるクリエイターたちが手がけたこの映画は、多くの視聴者に感動を与えること間違いありません。さらに、この映画の成功は、原作の力にもよるところが大きいです。赤坂アカによる漫画、かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦は、 週刊ヤングジャンプでの長期連載を経て多くの読者に愛されてきましたアニメシリーズも第3期まで放送され劇場アニメも公開されたこの作品はその人気を不動のものとしています実写映画化されたことでさらに多くのファンがこの物語に触れる機会が増えその魅力を再確認していますこの映画が地上波初放送されることは多くのファンにとって喜ばしいニュースです 特に、古いファンたちは彼の映画を通じて彼を応援することに喜びを見いだしており、彼の最新作がテレビで放送されるというニュースは大きな喜びをもたらしました。高齢者は若者ほど多くの趣味を持たないことが多いですが、アイドルを全力で応援する時間はたくさんあります。平野翔の映画を楽しみにしている彼らにとって、この地上波放送はまさに待望の瞬間です。最後に、この映画を見ることで、 多くの視聴者が新たな視点や感動を得ることができるでしょう。平野翔と橋本環奈の共演や、豪華キャストの演技、そして物語の魅力によって、この映画は多くの人々に愛される作品となること間違いありません。そして、視聴者がこの映画を見終わった後に、彼らの恋愛頭脳戦の結末についての感想や考察を共有し合うことで、さらなる楽しみが広がることでしょう。視聴者は、 映画の中で描かれるキャラクターたちの成長や恋愛頭脳戦の結末について自分なりの解釈や感想を持つことができますこれにより映画の世界観に浸りながらさらに深い理解と感動を得ることができるのですまたこの映画の地上波初放送に伴い関連グッズやイベントも多く開催されることが予想されます映画の世界観を再現したイベントや キャストトによるーークショーなど、多くのファンが参加できる機会が増えることでしょう。これにより、ファン同士の交流が深まり、映画の実がさらに広がっていくことでしょう。また、今回の地上波初放送は、まだ映画を見たことがない人々にも、かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の魅力を伝える絶好の機会です。この映画の放送を通じて、新たなファン層が生まれ、 原作漫画やアニメにも興味を持つ人がが増えることが期待されます映画をきっかけに原作漫画を読み始める人やアニメシリーズを一気見する人も出てくるでしょう。これにより、かぐや様は釣らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の世界がさらに広がり多くの人々に愛されることになります。さらに、この映画の放送によりキャストたちの人気もさらに高まることでしょう。特に、 平野翔と橋本環奈の演技が評価されることで、彼らの他の作品にも注目が集まることが予想されます。これにより、彼らのキャリアがさらに発展し、新たな挑戦やプロジェクトに取り組む機会が増えるかもしれません。特に、若手俳優や女優としての成長が期待される彼らにとって、この映画の成功は大きなステップとなるでしょう。映画、 かぐや様はつらせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの地上波初放送は、多くの視聴者にとって感動的な体験となること間違いありません。物語の魅力、キャストの演技、そして制作陣の努力によって、この映画は多くの人々に愛される作品として残るでしょう。視聴者は、映画を通じて笑い、泣き、感動し、キャラクターたちの成長を見守ることでしょう。そして、 映画の放送が終わった後も彼らの心に深く残る思い出となるはずです。